せよ。赤星マシマシ TV でーす。はいよ。はい。はい、よいしょ。というわけで今回ラーメンリク小山大店さんという。リクね。はい。はい、あの上町にあるリクではない。あ、なるほど。支店なんですよ。こちらの方がちょっと新しいんですね。で大井町線の小山台駅というとこから、6分ぐらいで過ぎますけども、まあね、先ほど言いましたけども、あの陸の支店ということでこっちのが6年後にできたのかな。なるほどね。そんぐらいあと6年。世田谷線ってめっちゃ可愛い。あ、そう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 、ね、2両編成ぐらい2両編成のやつで、こちらなんとですね、店名ないですよ。こっちが陸ですよ。マジ？こっちが陸です。で右が美容室さんなんですけど、マジで俺初めて行ったからこれでいいのかどうかっていうのが分かんなくて最初。ねえ、ここがリクさんです。あ、もう看板はないんだ。ないっすね。ハスミもこんな感じだけどね。あ、そう。で、まあまあメニューはね、ラーメン、つけ麺、塩つけなんかもあるっていうのが気になりますけども、大盛りにしますとですね、まあ、400g 以上自分で増やせるということなんですが、まあ、とりあえずはデフォで。頼みます。デフォ代ね。デフォ代です。代だね。野菜餅もあるので金もしますし。ですが、油のでかさと量ですよね、まずはね。これね、はんぺんみたいなの入ってますが、豚もね、ちょっと増したかったんで、今回売り切れということで。あ、しょうがない。まあまあ、しょうがない。人気なんでね。はい、で、ニンニクは、あの、本店と同じくセルフなんで、後で増していきましょうということで、ね、ございます。見ていきましょう、では。いただきますということで、やっぱりね、豚からいっちゃいますよね。小さめの巻き豚ですね。小さめの巻き豚、一口でいっちゃいましょうね。ほろっと豚噛むとですね、こう返しが中から染み出てくるタイプのほろ豚です。これを求めて陸行く人多いですから。なるほど。そしてね、一気にスープ見ていきますが、これやっぱりこの非乳化ですよね。で、本店の貝町の方も非乳化だけども、髪の毛二郎にゆかりがあるからなんだ。あ、そうなんですか。髪の毛もすごい非乳化なんで。な、どういうゆかりが。いや、確か働いてた方だじゃん。あ、そういうこと。そう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 。で、見てください、はい、これ全然違うでしょ、マシマシの度合いが。まあ、そのパクチー追加してるからです。すいません、分かりづれぇ。分かりづれぇ。それちょっと、もっと、いい参考画像あってよ。そうですね、1回しかちょっと行ってないんで、これしかなかったんですけども。勘弁してくれ。はい、森としてはすごいですよ。まあでも森はすごい。小山台の方がすごいですね。そして油ね、おーと、より目になっちゃうぐらいの油ですけども。あの、小さい油だと感じ取れない油そのものの甘みがですね、ぐわっと溢れてる。小さくても結構わかるけどね。いや、もうそれがもうデカさで来ると、もう違う。ここまで単体でね、油だけをずっと食べるというのも。油だけ食う人もレアなんだよ。あ、そうですか。なるほどね。野菜とか一緒に食うのよ。あ、なるほどなるほど。確かにね。そんな中、しょっぱレベルを試しても 3.7 ということでね。これもね、細かくなってきましたね。4ではないということでね。平均よりもちょっと辛いけども、4ではないということでね。はい。とにかく野菜量多いんでね、序盤から一気にかけちゃってもいいじゃないでしょうか。ということでね。そしてですね、おすすめなのがこちらです。ね、油を集める、集める、いや、集める。ちょっとマジ。これ、本当にうまかったんでね。醤油飲みをさ、極めないでよ。いや、でもこれくらいの返しなら、少量入れてね、ちょっとこう、つまみみたいに、ふっ、美味しいですよ。ね、そして、出ました。クラゲのような、麺揚げをしてしまいましたけども。いや、もう、たまたまね。たまたま。もう、大体そうなんじゃない？いや、大体この野菜が多くないと今の形にはならないから。あ、なるほど。麺としてはね、かなり太めの平打ち、縮め麺。ね。ごわつき度高めです。ごわつき度が。なので、あの、そうするときにゾバゾバとした音がよく出ますよというね。まあ、麺引き出すときにね、こう醤油高めのこう返しのね、こう香りがふわ漂うのも特徴的なんじゃないかと。うなずいちゃいましたが。来ましたね。さあ、ここで投入していくニンニク。ね。どちらもね、ニンニクセルフで入れることができるので、好きな分入れちゃいましょう。私はまあ、マシ、マシというニンニクね。一個がマシなんですね。一個がマシです。はい。ピカラニンニクです。ね。ピカラニンニクですね。まあ、リクのホロ豚、ね、ここにニンニクを乗せてですね、豚ニンニクやりたかったんだけど、ね、序盤3分でもう、もう消滅しちゃったんで。何やってんのよ。いや、ちょっとやっぱ。に全部食ったなと思ったのよ。まあね、だから、増してればね、いけたんだけど、豚ニンニク。分かってんだよ、負けなかったっていう。いや、ちょっとやっぱそこはね、欲望に勝てなかったんで、豚の欲望に。ね、そして、胡椒&ダブル返し、混ぜていく。このやっぱね、胡椒返し、波状攻撃、やばいっすよ、ほんとに。ニンニクもね、合わさって、ね。いや、確かにそう、まあ、3つの力が合わさって、まあ、トライフォースだよね、ほんとに。トライフォースです。力、知恵、知恵、勇気。揃ってます、リクには。とにかくね、野菜がめちゃくちゃ多いんで、
麺を食べ終わってもまだまだ野菜残ってるということなんでね、ラスト野菜なんかもいきますけども、結構自信がある方じゃないと野菜増し増しは気をつけた方がいいよ、ね、ということでございますね。まあ完食ということですね、うん、非常に美味しかった。ちょっと残ってないか野菜。いや完食です。完食です。はい、マシマシレベルとしては 90.72 です。はいはい、細かい。まあ燃料 90.5 ということでね、お山台90.1 あった。 90.1 ありますね。まあまあまあ、でもこれね、やっぱりお山台といえばですよ、隣にあの渓谷があるんですよ。登録渓谷という。で、そのちょっと先にですね、新日本プロレスの道場があるんですね。あ、そう。なのでもしかしたらレスラーの方も使ってるかもしれない。あ、マジ？というワクワクをね、胸に秘めながらも行くことができるという。あんのかな。はい、あの2駅隣の二子玉川でですね、うん、あのリバプールの風になったはずの山田さん、うん、またあの目撃情報出てますから。あ、マジ？風から人間に戻ってますね、おそらく。違うのよ、その、はい、山田さん多いのよ前もあったけど、そのライガーで言おうよ。ライガーか。個人的にはグレートムタが一番好きだったね。そう、武藤ではなくグレートムタの違う人だから。まあそうですね、山田さんとライガーは違う人ですよそんな新日にも近い。新日の話どうでもいいんだよ皆さんも言ってみてくださいということで、ゴルフさんです。はい、you